減ったの、腹減った、腹減ったの、もうな、何も食べるものがないよ、もう何も、何も、何も食べ、ということで今日はパシェラに来ています。パシェラ、今日はそう1万円大食い企画ということで、今日はオタクの聖地パシェラに来ています。今入る時もオタクがいました。僕も今日はそんなパシェラに来てですね、1万円分のお食事をしようと思います。ちょっと早速先にちょっともうあーだこーだ言わずに頼むか。すごい、今日は今お昼なんですけど、私何も食べていませんので2万円食べちゃいそう。そんなにいける？よーし、頼んじゃうよ。何でした？タピオカ、タピオカのミルクティー飲みした、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 はーい。じゃあまずは6850円分のタピオカミルクティー、マルゲリータクワトロチーズピザ、野菜トマトパスタ、低糖質麺、ロイメインレタスのシーザーサラダ、ビーフハラミステーキ、肉盛り4種です。みんなで一緒にいただきます。やったーやったー。てか YouTube で部屋を抜け出したの結構久々じゃないですか。あれぶりか。あ、でもあれで行ってるか、池袋で行ってる。なんか外で企画なんて久しぶりそう。まずはパスタからいただきます。でも僕もあれから成長したからな。めっちゃ美味しい。いや僕その大食い企画やってるじゃないですか、言うて大食い企画やってるし、 YouTube 初期に渋谷のタピオカの全部飲むととかもやってるし、やっぱボツになっちゃったサイゼリアのそのお腹痛くて家帰れなくなっちゃった時のほんとボツで上がってない動画とかもある。あの時は全部食べれてないんですよ、大食い企画。そっから今ね、もうね、銀の盾うち届いてますから、あそこから成長してるんですよ。銀の盾が届いた人がどんだけ胃がでっかくなってるのか見せてやります。ちょっと待って、怖い。今まだ3口しか2口しか食べてないけど、一生食べてないですよ。怖っ。もうどうしよう、ほぼギャル曽根じゃん。ギャル曽根だと思って見てる人多そう。チーズの方に蜂蜜をかけたけど、トマトの方から食べてやるわ。おいしい。怖いな、なんかこんなに食べれ余裕で食べれそうな自分が怖い。タピオカ見せたな、お腹いっぱいになっちゃいそう。おいしい。終わりだ。ちょっとすごいの来てるから見てほしい。僕パセラでこれ食べれる日が来ると思わなかった。びっくりしてる、戸惑ってる。ほら見てください、ちょっと先見て。すごい、もうシルバニアファミリーみたいになってんじゃん。すごくない？馬肉フィレ、三元豚肩ロース、牛フィレ肉、大山鶏のロースト。すごいなー、ダメー。あ、芋もある、芋ポテト芋っていうの、おじいさんみたい。芋もあるこんなお肉食べれんだと聞いてないけど、うまっ。ほぼ焼き肉やん。マジ一生食べてられる、これパセラでたまに悲鳴が聞こえてくるのって、多分大画面でお塩を噛んでてそれで沸いてんだろうね。うわーってなってんだろうな。パセラは定期的に悲鳴が聞こえます。最近僕、あ、こういう DM 来るなっていうの予想できるようになりました。なんかネットニュース見てて、誰々が結婚とか出ると、あ、来るなって思って DM 開くと、ちゃんと病んでるオタクとかDM がしっかり来て、早い、みんな
てか、なんか推しのそういうの出て、まず連絡してくるの僕ってとこがやばそう。カワピー。なんかいろんな人の大食い企画とか1万円企画見てると結構後半になるまで元気に食べてんだけど、あれどうしてんだ、なんでなんだろうか。僕もやばいけど。これはすいません。みんなマジどうしてんの、なんであんな食べれるの、みんなすごい、世の中みんな大食い。でも大丈夫だよ、そういうところも含めピヨ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 ちゃんだよ、ピヨちゃんだよ。よっこら大丈夫よ、あなたら食べれれば、なんでサラダがあるの、まだおにぐるーすって言っちゃったからいけないんだ。おにぐるーサラダでーす、おにぐるーサラダでーす、おにぐるーサラダでーす、あーってやればよかったのに、ずっとおにぐるーってやっちゃって、さっきこんなにお腹いっぱいなんだ。よっしゃ、絶対最初に食べてくれよかった。もう無理、出待ち玄関突破さんって感じ。あーもう、あーこれは牛ハラミステーキ、牛ハラミステーキってとってもステーキ。なんかオタクの子たちからすごい DM で、やっぱモチベが来てどうしたらいいか分かりませんみたいな、どうしてますかみたいな来て、まあ、僕返せはしないから、そのまま既読だけつけて翌日にモチベ復活しましたって大抵言うから、オタクってちょうどいいなって思って、みんなよかったって思って、みんなやっぱね顔見るとモチベ上がるんですって。だからもしモチベがない人はみんな推しの顔見るといいですよ、ね、どうやったらモチベ上がるんだろうとか思うけど、普通に写真見りゃいいだけ、写真かライブで拝めばいいだけ、それでモチベ復活するんだ。顔見ればモチベ上がりません、実際。なんかマイスポコアにしよう、550円、あ、今7400円だ、これいけんじゃない、これ何いけっかな。メープルカタラーナって何、みんなでカタラーナ。ガトーショコラが来ます、見て見て、主婦と生活者さんに行ってサインをしてきました。そして僕も初めてもらいました。僕初めて人生で買った写真集、誰だろう、菅谷梨紗子ちゃんか、菅谷梨紗子ちゃんの気がするな。前はなんか YouTube で外企画とかめっちゃ企画してた、なんか公園でいきなり SNS で代々木公園にいますって言ってオタクに見つけてもらおうみたいな考えてました。コロナになっちゃって結局できなかったけど、そういう YouTube 企画やろうと思ってた、すっかりできなくなっちゃって、やりたいな鬼ごっこ。うーん、はしゃいちゃってよいのかな、大好きなこと言うの、こんなん気を取り直して一から食べれちゃう、だって生クリームとガトーショコラが好きだもん。いただきます、嬉しいな。マジずっと食べてられる。マジガトーショコラしか勝たん状態。嬉しいな。うんま。マジずっと食べてられるガトー。これでもうあとね、あと2000円くらいなんですけど、これだけでいけるわ。チョコレートパフェってなったら、ソフトクリームは絶対に許せないんですよ。チョコレートアイスとガトーショコラと生クリームが全部たっぷり入ってないと、それはチョコレートパフェじゃないよって言ってるから、だからソフトクリームとか、なんかシャリシャリのとか、コーヒーゼリーとかが入ってたら、それはもう、それはもうチョコレートパフェじゃないよって教えてあげるんですよ。あ、今8480円。あと1500円いけるかな、答えてきゅーちゃん。ちょっと休憩で、ストーリーの方で、ちょっとみんなに何か聞きたいことあるって聞いたら、いろいろ来てるので。今から渋谷スカイに行きます。渋谷スカイ近い！今近くにいるそう。ここだって渋谷のあれだもん。渋谷のパセラ。
です。近い。推しにファンレター書きたいんですけど、どんな内容書いたらいいと思いますか？もう、愛をダダ漏れにすればいいんじゃないですか。もう、気持ち悪くなってもいいですよ。気持ち悪くらい愛しちゃっても、それをダダ漏れにするのがファンレターなんだ。推しは、なぜこんなに素晴らしいのでしょうか？本当に。ようございました。もう、これはもう、はい。どうも、ありがとうございます。はい。ありがとうございます。素敵なね。いいですね、そう思える。そう思わせてくれる推しにありがとうですね。Qちゃんが推しを、お仕事、そっちの推す方のお仕事する中で気をつけてることって何ですか？見返りを求めない。大事だね。オタクとして生きていくのにオタ友は必要だと思いますか？体質にもよるけど、別にいらない人はいらないんじゃないですか？鬼語りし合いたいって人もいれば、もう自分の中で全部完結できる人もいるからね。ちなみに僕はどっちもですね、別にどっちでも大丈夫。最近口ずさんじゃう歌ある。匂わせかな。あんた匂わせしたんだってね。自分で口ずさんじゃうから。どうやったらリアコやめられると思いますか？認知もらってるけど余計に辛すぎてしんどい。やめたいと思ってるけどやめたくないでしょ。まあでも辛いんでしょ。結果もうリアコ辛い。やめたいけどでもやめれないし、いや、やめたくはないんだけど、この辛い気持ちがあって、もう抜けれないんじゃないだろうか。やめたいって思っててる時点でもうやめれないですからね。本当にもう、意を決して、もう本当にダメ無理です。しんどいやめたいってなったら、SNS を遮断して、ライブを行かないようにして、ハマりきった状態から抜け出すしかない。合わなかったら見ないとさ、モチベって結局その好きって気持ちって落ち着いていくじゃないですか。外で見ちゃうとまた復活しちゃうんだけど、それがマジでゼロになっても本当に絶対に火はつきませんって状態まで持ってとけばいいと思うから、そこまでとにかく持っていくことじゃない。本当に抜け出したいなら、みんなと思うけど。推しに街で遭遇して声かけたら超塩対応だったんだけど、Qさんは塩対応する時もあります？ないくない？なくない？いやだって、なるか？ないかな、僕は多分。僕が好きな芸能人とか好きなアイドルとかに街で会って声かけた時に、塩対応とかされたら、もう夢がぶち壊れるんで、じゃあ何あのステージの作り物みたいな、あんなキラキラして可愛くてみたいな、作り物ですかみたいになるじゃないですか。ショックがでかすぎる。そのずっと好きで見てるのに、直接会って街で会った時に、そんな対応されたら、はっ、すげえ。ショックで立ち直れないし、なので僕は塩対応しないですね。急いでなかったら普通におしゃべりするし、何年か経って思い出した時にも、あの時にあの人にキューちゃんに会った時すごい優しかったなとか思い出しても、ニヤニヤしちゃうような思い出になってほしいので、塩対応はしませんし、僕も嬉しいしね、別に間違えるの。新規中堅子さんってどっからなのか未だにわからん。僕最近なんかすごく DM 届くんですけど、まあ、そのグループの歴にもよるけど、結果中堅が一番長い気がします。こっからここが子さん、こっからここが中堅、こっからここが新規ってより、新規がクッてなってて、子さんも新規よりはあれだけど、子さんも割とちょっと新規ほどじゃないけどキュッてなってて、そこの間に長い中堅があるような気がする。そんな風に思ってますが、どうでしょう。どんなに歴が長くても、もう 2,3 年お会いしてたら、もうそれって、まあ本当に歴が長いアイドルだとしても 2,3 年お会いしてたら、もう新規とは言わないじゃないですか。だからもう中堅が一度どんどん長くなってくるんだと思って、そんな風に思っております。じゃあこの辺でお開きといたしましょうかね。こんな感じで、こんな感じで、なんだっけ、何の企画だっけ、みんなで楽しく過ごしましょうみたいな企画でしたっけね。よかったですね。かも。おはようございますよね。皆さんもパセラに来た際は、美味しいご飯でお宅の皆さんと盛り上がってください。ごちそうさまでしょ。9月19日日曜日に、僕が所属するキューバーズの1年半ぶりのフリーライブの開催が決定しました。みんな僕に会いに来てねー。